はい、どうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。ナイトドリーム10秒スピードラン 4.09%。まあまあ、クリア率も結構高めなんで、そんな難しいことはない。ここは、もうちょっとギリギリで飛んだらいける。って、ここ、うん、おーおーおお、ちょっと待ってよ。4% だからそんな難しくないかなと思ってましたが、なんか操作密度がえぐい感じがする。オッケー、いけてるよ。ここ大ジャンしちゃダメだったね。こういって、こういって、あ、ここ中ジャンぐらいでいけるんかな？そこがゴールじゃないの、でも。ん？あ、これで多分オンオフが切り替わって、そこがゴールで開くみたいな。あ、オンオフは関係なかった。オッケーオッケー。というわけで、交際でありがとうございました。本日もマリオメーカーズやってまいりましょう。一発マリオナンバー4、コインをすべて10枚取ってからゴール。さあ、というわけでコイン、なるほど、20秒しかないんだ。これ、やばそうじゃね、これ。これはちょっと待ってくださいよ。だいぶやばいんじゃないかなという気はしますけども、まあ、意外とこのくるくるで、まあ、登ってはいけるっちゃいける。あ、なんか今2段一気に行ったね。いや、ちょっと待ってよ。ちょっと低めから行かないと。あー、これだと、なるほど。時間が間に合わないんだ。そうか。いや、なんか意外となんか、こうやっていきなり初手2枚取っちゃうみたいな。それ強いんじゃないかなっていう気が。そうで、こうやって、こう飛びながら2個取ったら、強いっちゃって、そう、この感じね。この感じでやってった方が、このね、この動きいいよね。なんか、ちょっとで切り返せるやつ。今決まりましたけど、たまたま。あ、でもま、いや、間に合ってないわ。ちょっと待って、時間制限やばいな、このコース。ちょっと待ってよ。でも、2段一気に登っ、こう、キャンセル、いや、キャンセルしたら高さが低くなっちゃうから、余計遅くなるわ。時間だね、このコースは、とにかく。2段一気に上にはいけないんだよな。で、たまに出る、なんか、すごいスピードで、クンって折り返す。あの動きどうやって出てるんだろう。たまにほんと出てるんだけど。それがわからんことには、短縮の方法わからん。全然間に合ってないもんな、これでは。いや、多分わかったと思う。まあ、とりあえず、ここからはもう慎重に1段ずつ上がっていく。さあ、丁寧に1枚ずつかっさらうプレイングで、最後ここでこう取りながら間に合わんか。スピンは無理だ。多分わかった。ね、フルジャンしない？フルジャンしなかったら、右に行く幅がちょっと減らせるから、これだ、これだ。さっきまで飛びすぎてたんだ、ほら。ちょっといかん、これはいかん。切り返しがちょっと早くなるから、これによって。これが正解なんだ。オッケー、いけたんじゃないか？スピンジャンプバレー、クリア率 0.23%。さあ、スピンジャンプバレー、まあ、うわっと左向きの奴らがいるんだ。全部下向きで平和的に登っていけるのかなと思いきや、別にそうでもなかった。こいつが右向きってことか。あー、下あった。絶対今もうダメだと思った。積んだと思ったけど、意外と救いの足場がありました。あの土管はでも入りようがないから、まあ、一回無視する形でいいんかな。あの土管何なんだろうね。スターかなんかがあったらもちろん入れるかなとは思いますが、ちょっと、あー、ちょっとミスった。例えば、こいつにめっちゃついていったら、ここには来れるけど、ここにでもスターとかがあったらこの土管もちろん入れるけど、まあ、ないな。まあ、だとしたらここは何なんだろうか。さあ、オッケー。ここからしっかり飛んで、しっかり飛んで、ここちょっと行きす、ちょっと怖っ。怖っ。ちょっと待ってよ。行きすぎないように、ブレ、あ、中間があるんだ。よかった、やった。これはおそらくガボンの鉄球を右に投げさせて、それに乗ってす、あー、ここバネやん、バネ怖っ。ちょっと待って、このバネの地帯でしっかりと流れを読みつつ、これ跳ねか、あ、跳ね返るんじゃないんだ、そういくんだ。ここはちょっと加速するということで、あ、ここで多分飛び移って大丈夫だと思います。あれ、ガリガリ来てるからすぐ行かなきゃダメだったね。これは進みながらオンオフを切って、トゲゾウがこのブロックにぶつかるより先に切り替えないといけないんだ。いや、これ地味に難しいよね。ちょっと、ここで切り替えたら右行ってくれるね。オッケーオッケー。さあ、行けました。この次は逆にここに飛び移った方が安全なんじゃねえか。いや、最終的にでもオンオフを切り替えないと先進めないっていう作りだったらば、ちょっとそれだとダメかなって思うんだけども、これは違うな。これ、ブンブンを倒して表に帰れっていう話だ。だから、スピン状態を解除せずに、このまま戦って、ここで復活するので、ここで踏んじゃえば OK でございますね。さあ、これで表面帰って、鍵ドア入って、ベストタイムがなんか18分とかだったから、まあ結構長いコースなのか、それともここで結構苦戦されたのか、あー、OK、意外と短いコースだったね。あなたならどうクリアする？現在中2の100秒スピードラン230分の0。さあ、まあとりあえず100秒スピランは100秒スピランだと思うんですけれども、通り越して、壁キックして、バネの上、あー、そういうことか。こう行く、こう行って、こう帰るというお話ね。オッケーオッケー。さあ、綺麗に作られていましたが、これは、これを履く？
で、合ってる？なんかよ、まあ合ってるのかな、それで。ん？ここから、こう直で行った方がいいってことかな。別にゴール条件とかないから、別にコイン全部集めなきゃいけないとかでもないから、まあこれでいいんじゃね？なんか被れたけど、多分オンオフを切り替えるんじゃないか？被れていいのか、これは。こう？こう？ん？多分ね、トゲメットがこう、なんか、バネに弾かれて踏めるみたいな作りだと思うんだけど、ん？なんだ？ちょっと待って、オンオフ切り替える、メット投げる、なんかやっぱここかぶっちゃうんだよね。ここかぶっちゃって、ここを進む必要なさそうじゃなかった？ここに、いや、ここも行けないわ。ん？ごめん、進み方が全然わからんけど、ここか！あ、ここに行けばいいのか？ここでとりあえずドスを右に押し、ちょっと進み方なんか合ってない気がするけども、まあまあ、とりあえず行けてるからよしとしましょうか。まずゴール条件とか別にないから、まあ、進めさえすれば、まあ、最悪行っちゃいいんだよ。で、ここの P ドアに入ると合ってんのかな？で、この P、何ですか？ここのドアに入ればいいのかな？じゃあ、ここのドアがなんか、P のうちなら足場ができてますよ的なことだと思いますので、ワン、ツー、三段ジャンプ、高い壁を飛び越して、このメット被ってくるで合ってんのかな？ほんでっていうのが、若干気にはなりますが、まあ、ここはオンオフを切り替えつつ、こういけばいいのかな？ダメージを食らってしまいましたが、まあ、キノコをいただけるので、ダメージを食らってもなんとかなる。ドッスンが来ているが、ドッスンはブロックで止めることができるので大丈夫でした。さあ、こっからが裏面。進み方がね、なんか合ってない気がするんだよ。まあまあ、一応先ほどと同じような進み方でな、違う、ここスピンだわ。まあいいや、とりあえずいけてるからいいや。ここ、こういって、こ、ん？ああ、オンオフは勝手に切り替わって道が開きますよって話ね。オッケーオッケー。なんか積んでるんかと思ったわ。オッケー、今回は綺麗に決まりました。ここは普通に突っ走っていけば噛み合って、ここちょっと焦らずにしっかりメットをこう蹴飛ばしていけばいいのかな。右を尻尾で多分、うわ、こっちに行くんだ。多分ね、ここをなんか右のあのデカメットを無視して、こう行く時点で多分相当なんか時間的にはショートカットになってるんかなと思うので、多分時間はあんま気にすることないと思うんだよね。ちょっと待ってください。ここしっかり、うわ、危なっ！で、ここは割とフルで飛んでって右に落ちていけば OK？ これ時間がギリギリなんだ。ここがちょっと時間が、これ被って突っ込んだ方がなんか安全な気がしましたね、ちょっとね。これでどうでしょうか。 OK で、多分こいつを踏んでこっちにこう帰っていけっていうことだとは思いますが、どうですか。ん、ここからにこうは届かんな。こっちからこう、んで、こっちに行く感じか。ここに突っ込んでいけばいいのか。で、右押しパか。長押しだ。だからまっすぐ落ちて、ここじゃあ B 押しっぱ、押しっぱでもなさそう。オンオフを切り替えろって話か。わからんな、よく。いや、意外とさっきちょっとビビったけど、フルジャンでこうなんじゃ、あ、オッケー、フルジャンでこうだわ、合ってたわ、よかった。ちょ、さっきビビりすぎてたわ、じゃあ、普通に信じてよかったんだ。さあ、ここすぐにメットを被らないといけませんよね。これ多分走りっぱで意外といける？いけんかったわ。だから、被って突っ込んでパウを打って、ここは走っといてよくて、とりあえずここで1個キノコを取って、食らいながらもう1個補充で取っちゃえば、オッケーで、これは多分チビになっていくで OK だと思います。どこまで？ん？ボム兵あそこで下に落ちてくでいいんかな？まあでもどう考えても行かなかったもんね。これしかない。ゴールなんじゃないですか？これはヒップドロップをしましょうか。さあ、これでゴールでございました。やった。いや、結構難しかった。